Thank you.
ボディ、そして右顔面へ、パンチを挟めている。手を出さないと止められる場合ありますからね、さあここはガードを固める高畑、なんとかしのいでいきたい。コツコツと当てるそのショートのアッパーがいいですよね、中井のね、このアッパーですよね。これダメージもね蓄積されますね。左ダーダ、ここでレフリーが止めた、超えた中井亮。しかし前に行く、自分のスタイルはまだ貫く青コーナー桜井、手も弱めません。中間距離よりも近いところ、ワンツースリーフォーまとめたのは湯川、右のアッパー右フック。やはり何度もパンチを受けて桜井としては蓄積されている中でまだ前に向かっていますね、ここ畳みかけたところレフェリーが開いた。ナッパ2発入り口です。さあここは肩で押していこうという青コーナーのファン・キョンミン。ファン選手の横からの攻撃に対してあのアッパー非常に有効だと思います。入り口のアッパーですね。さあここはまとめるか、ボディ強烈なボディが入ります。
前に出ていく、入り口が前に出ていった、ここで倒していきました。第3ラウンドダウンを奪っていきました入り口幸男、ここでレフリーストップ。さあ最終ラウンド第6ラウンドが始まります。青いグローブがタイソン・コウキ、そして赤いグローブが京原和樹。いや坂井さん、この第6ラウンド一気に京原が最初から前に出てきましたね。そうですね、もうこの戦い方でいいと思います京原選手は。はい、逆にタイソンとしてはどういう、こう試合運びが必要になってきますか。いやもう、あーダウン、あーダウンではないというアピールもしていますが、今右から入っていきました京原のパンチが。Round one.